介したいと思います。はい、じゃん。このトートバッグめっちゃ可愛いよね。普通に可愛いから使える、使おう。 T シャツはレッスン着です。はい、じゃん。すごくない？これめっちゃ全部多分メンバーが書いた、まあこれは違うかな、これは普通にコラボのマークだけど、これ以外は全部メンバーが描いた絵になってるんですよ。そうそうそう、私が描いたのはまあこれパンダ、まあわかりますよね、ジャロスケ。あ、ちょっと待って、超絶似てないっすか。これこちらこいつになっております。あ、ここちょっとやらかしたけど、まあいいや。はい、これスーパーに持ってってくださいね、皆さん。これでこれで買い物してください。エコバッグですよはい、似てるでしょ。はい、それともう一個は、もう一個あるんだよね。皆さん分かったかな、分かったかな。もう一個あります。さあ、そうだよ、これをにいろいろペンライトとかうちわとかいろいろ入れて持ってきて。間違えた、スーパーじゃないよ、イコラブのライブに持ってきてください。そう、もう一個あるんですよ、この中から。どれだと思いますか。多分わからん。そう、これハートになってるめっちゃ可愛い。イコラブのねグッズ全部可愛いんだよね。そう、めっちゃ可愛いんですよ。私が描いた絵の2個目はこれです。このハートに羽が生えたやつ、これを私が描きました。これとこれが私が描いた絵です。そう、2リットルのペットボトル入るけど、ちょっと間違えた、ライブに持ってきてください。ステラルーはちょっと描いてないですね。わかるかって可愛いでしょこれ。普通にただ単に女の子らしい絵にしただけ。テンスの羽、ランドセルじゃない。そう、一人二つかな、かもしれないな。そう、これ佐々木舞香、これも舞香でしょ、これミリニャでしょ、ナータンでしょ、リサでしょ、あとどれだろうな。ね、これめっちゃ上手やない、これめっちゃお気に入りやん。これもミリニャかな、この I love you とこの3点セットとかかな。これショコだね多分。そうそうそう、結構ね、いやもうちょっと4個か5個ぐらい書いて、その中から選ばれた子たちです。この子たちは瞳、どれだろうね、どれだろう、え、これ何、これなんだろうね、なんかよくわかんないあ、これだよ瞳、だってアイスだもん、これアイスだから多分これ瞳だね。ちょっとあとは分かりませんね。そう、このカップケーキとかもうまいよね、これ大好きだよ、なあったんかな。これキアラとここ、あ、この、あ、キアラでもリュクシ、え、キアラのウサギめっちゃ上手じゃん、かわいいって感じです。あ、ここにヤワニって入ってますかな、そんな感じです。すごいかわいい。そう、結構生地、これ硬い、結構生地めっちゃ硬い気がする、なんか硬いですよ、使えそうです。そう、 T シャツ部活できる、宣伝してください。これかわいい、かわいい T シャツです。はい、終了。 T シャツかわいいでしょ、終了です。あ、カップケーキ花なんだ、上手。もうどれが誰かちょっと忘れちまったよ、いつ書いたっけな、いつかのイベントの時書いた気がするんだよね。お高いんでしょ。それがですね、値段が分かりません、私は覚えてませんあ、
はい、結構前かも、覚えてない、記憶にございません。はい、1800円だって。じゃあ2000円出したらお釣りが返ってくるじゃん、ハッピーハッピー。はい、アンが着てるの S ですよ。全然ね、男性の方でも S 着れるんですよ。そう、でもレッスン着でそう S で着るとアンはちょうどいい感じの感じになるけど、メンバーで M 着てるメンバーもいますよ。でもアンは S です。キッズサイズはないの、 SML なんですよ。そう、アンが着てるのは S サイズ、これが S サイズです。そう、はい、いや S サイズ本当に男性の方着れるんですよ。そう、本当に。でも結構まあ細めのピタッとなる感じだけど、でも着れるっちゃ着れる。そう、本当に。だからそう、大きめ、なんか S はなんか結構多分男性用の S とかな、ちょっとわかんないけど、まあ中間ぐらい。そう、まあ SML XL あるの、わかんない。でもアンが着てるのは S です。そう、だメンバーで M 着てる子もいます。だから結構ダボっと着たいよってか方じゃない子は M 着てます。はい、でも男性の方は多分 M 以上、まあ L とか LL とかもあるのかな、そうを着て着るのがいいと思います。アンナは XS やない S です。普通の服は確かに XS も着たいけど、今回これは S です。そう、男子は L かな、どこで売ってんの、表参道ちゃうわ、イコラブのライブや、ライブとライブっていうかライブとあとあれや、オンラインショップみたいなとこや。はい、それで、はい、はい、そして今日は定期ライブでした。来てくださった皆さんありがとうございます。そう、アンナのサイズ150センチ入る。そう、ピンポーン、ありがとうございました。今日はですね、アンコールまで配信がありましたね。そう、配信も見てくださった方ありがとうございました。そうね、ゆいな最前めっちゃ見えた、イエーイ。今日はもうストレートおろしにしました。明日ポニーテールにする予定です、今のところ。わかんないけど、はい、そうなんです。今日は記憶が瀬戸り的になくって、明日あるんですけど、そう、いろいろ考えたんですよ。昨日じゃないけど、昨日じゃない、間違えた、結構前、え、何日だっけ、いつかやっけ、めっちゃ相談したんですよ。なんか曲順とか、そう、なんか皆さん何から始まったり、何から始まったらいい、なんかさ、コール的にとかさ、いろいろ、なんか結構スタートっていう名前だから、スタートから始まるのもいいし、なんかイコールラブから始まるか、まあバリエーション的にはイコールラブか、僕らの制服クリスマスか、スタートか、沼から始まっても面白いかなとか思ったんだけど、何から始まるのがいいんだろうってすごい考えてて、毎回。そう、今日は僕らの制服クリスマスから始まってスタートで終わったんですけど、あ、間違えた、イコールラブで終わったんですけど、そう、なんかスタートで始まるのも結構ありだなって思って、そう、あえて沼ってのもまあ面白いっちゃ面白いかなって。でも沼はなんか中盤ぐらいとかにもう一回盛り上げとして持ってくるのもいいのかなって思ったり、そう、とか、なんか今日は配信のこととかもあったから、すごいまあ時間的なこともあって、いろいろこう、じゃあアンコールはハーフにしようとか考えてたりして、そう、すごいね、考えたんですよ。そう、だけどどういうのから盛り上がるのが一番いいのかなって思って、そう、そう、結構そう、なんかメンバー的にもなんかここの曲の前ではなんか MC が欲しいとかっていうのとかあるから、そういうのとか考えながら、でもなんか僕らの制服クリスマスの前後にはあのマフラータイムがあるから、マフラーを気に入ったりしないといけないから結構あるんだよね。そう、だからそういろいろ考えなきゃいけなくて、そう、6曲やるときとかいつもどうしようと思って、明日とかのね、明日も決まってるんだけど、
そう、基本なんか私と結構スタッフさんとか話して決めてて、そうでメンバーに意見もらったりって感じなんですけど、なんか何から、そう、何から始まったりするのがいいのかなって思ったりして、どういう曲からスタートするのがいいんだろうって思って、そう、明日はどうなるか教えない明日は秘密ですけど、まだ言わないけど、そう、なんかおばあちゃんからなんか盛り上がってスタートかイコールラブかね、僕らの聖句クリスマスかっていう、何始まりがいいんだろうなって思ってね。でもいろいろやっていくのもいいんかな、なんか日にちごとに違う曲でって思う。君が代は始まりませんねそうだから、そう、でも分かった、スターとかイコールラブが結構多いんだなって思った。まあどうなるか分かんないけど、了解です。そう、今日はあのアンコールは僕らの制服クリスマスのワンハーフって言って、あの2番なしバージョンで1番からなんかサビの落ちサビの大サビのところに飛ぶっていうのをしたんですよ今日は。そう、ありがとう、参考になった。まあサードがね発売したらまた変わるけど、それまでね、ね、はい、蛍の光みんなのボケが激しいですね。3枚目まで待ちましょう。とりあえずサードまで待っててください。サードも聞きました、表題曲は。お楽しみに、どんな曲か、どっち系とか、例えば可愛い系だよとか、なんか静かな系だよとか、かっこいい系だよとか、何も言いません。お楽しみに。うはい、おもらせしません。このあとリサが配信するらしいよ、やめてよリサさんはい、 しません、本当にしません。さあ何も言いません、チェ素敵な曲ってことですか、楽しみにしててください。はい、振れ幅でかいからなそうだよ、コメントでみんな言いそうになった、リサダメって言ってそう、ダメだよ、リサに聞きに行ってもさすがにリサも何も言わないよ。楽しみにしててください、待ち遠しいね。はい、演歌って、まあ、演歌ではないそれはいいでしょ絶対演歌急になったらびっくりすんな。マッスーさん、どういうこと、リサは配信したくないって。早く握手会、私も握手会とかライブがしたい。今日本当に楽しかった、本当にイコラブ音頭って2個コメント続いてるし。さあね、何系でしょうね、イエーイ、4列目だったけど、ボッティさんありがとうございます。曲名熟し卒業ソング、さあ何でしょうね。サード楽しみすぎて夜しか寝れませんって、夜寝とるやん、夜しかみんな寝んよ。指原さん今度はどこで歌詞書いたのかな、どこのスタバかな、どこだろうね、どこだろうね、どこにスタバある、渋谷のスタバかな、東京ドームとかの近くのスタバかな、それとも原宿のスタバかな、それとももうちょっとおしゃれな銀座とかのスタバかなさあどこでしょう、わかりません、スタバでもないかもしれません、お家かもしれませんけど、わかんないです。
ね、春になったら僕らの制服クリスマスどうなるんだろうね。ちなみにもうクリスマスだいぶ過ぎたけど、ドトールかもしれん、ほんまよ。ドトールとかサブウェイとかいっぱいある。マックかもしれん。マックちょっとマックないかな。ねえねえ、大分の餃子のお店かもしれんね、ほんまね。曲名チェチェチェ。ウケる。いや、指原さんが言うのはいいんですよ。そう、半袖でマフラー巻く、それやばい、それはやばいね。ゆいにはめっちゃ近かった。花丸うどんかもしれん、ほんまよ。花丸うどんかもしれんね。チェからしかウケる。眠いんかいクレイさん。クリスマスをいろいろ変えてくる。僕らの制服ホワイトで、僕らの制服卒業式とか入学式、僕らの制服クリスマス楽屋とかかも。そうよ、わからんよ。明日広島でハロコン千秋楽。私ハロコン行きましたよ。キュートさんが最後のハロコンの時も行ったし、それより違う時も行ったことあるし、キュートさんの単独の広島も行ったことある。そう、行きたい。ハロコン面白いですよね、楽しい。 JK やで、さやしりほちゃんと昔、そうだね、ダンスやってたよ。そう、なんかメンバーがその動画とか見てさ、なんか乗ってるのね、そういうのとか見てさ、なんかそれその曲じゃないんだけど違うやつとかも見て、すごいなんかサナとかがめっちゃ笑って、サナだったっけな、なんかすごい笑ってくるんだよね。あ、イオリもだったっけな、なんか見てとか言ってアンにわざわざ見せてきたりするの。そう、アナの昔の映像をね、動画を。そう、なんか何で検索したのって言った、山本アンナって。そしたらでもちょっとショールームがいっぱい出てくるらしいけど。そう、制服ひな祭り、確かにね。そう、そういっぱい出てくるから。そう、初見りんごさんありがとうございます。子供時代、そうだね、小学生の、小学校3年生ぐらいの時からのが、3年生はないか、いやあるかな、わかんないけど、そう、そんぐらいからのがずっと出てくるからな。アルマンドアイスめっちゃ美味しいよね。関東でも発売されるようになったけ嬉しい。そう、嬉しい。なんかいつ食べたんだっけな、アルマンドアイス。なんか何だったっけ、なんかの MV かな、わかんないけど、の時かなんかに初めて食べて、その後全悪で大阪か名古屋に行った時に確か食べて、で、あ、関東でないんだってショック受けてて。そう、で関東に進出したんですよ、ルマンダイスが。そう、セブンとかいろんなとこで売ってる、ファミマとかスーパーとか多分売ってて、ファミマ売ってるかわかんないけど、スーパーとかにも売ってて買いました、ルマンダイス。そうね、ルマンダイス美味しいけど、ちょっとボロボロこぼれるけん注意。でも大好きなんですよ、ルマンダイス。てかルマンドが大好きなんですよ、ルマンドか、ちょっと分からんけど。そう、え、めっちゃ売れとん、ファミマ売ってるって。そう、イエーイ。ルマンドはお菓子だよ、お菓子の中に、お菓子の中にじゃない、アイスの中にそのお菓子が入ってるみたいな。ネイルは3月の最初らへんに取るの、一旦多分バイバイするの、ネイルさん、ネイルさんバイバイするの。でもね、もうね、右手のね、ここ人差し指がね、取れそうな、取れそうない、そう、ラウンドじゃない、ラウンドワンじゃない。てんてんてん、ちちち、そう、めっちゃ爪長いんですよ、ほら、もう伸びちゃっててやばい。替え時なんですよ、でも一旦取るんですよ、バイバイするんです。そう、バイバイします、一旦爪バイバイします。そう、ミーニャでも今新しくして可愛いよね。あん、ちょっと一旦バイバイしようかなと思って、バイバイして、そう、そう、折れるというよりね、
取れちゃうんだよね、こうやって爪が、爪っていうか何、そのそのネイルだけが取れちゃうんですよ。ネイルバイバイハートありがとうございます。爪ごとじゃない、さっきついたところの足をふみふみするところ、なんだあ、さっきついたところか、ネイル、ネイル、部屋かわいいね、部屋かわいいでしょ、ショールーム部屋、ショールーム部屋じゃない、ショールーム用の背景ディズニーシーではチュロスとか餃子まんとか、ちょ何食べたっけな、何食べたっけ、なんかねディズニーって食べちゃうんだよね、なんか食べて、でも歩くからめっちゃ消費されるんだよね。あと何食べたっけ、あと何食べたっけ、あと何食べたっけな、ホットドッグとか、カレー食べてない。そうそう、ディズニーはねいい運動になりますよ。浮き輪マン食べてない、何乗った、何乗ったっけな、海底2万マイルだっけ、とセンターオブジアースとあれタワーオブテラーの3つしかアンとミリには乗ってないです。あ、ポップコーンはでもアンは買ってないな、そうそう、けど人なんちょっともらったよかな。好きなキャラクターはダッフィーとかセリーメイとかステラルーとかジェラトーニの、この4匹がもうめっちゃ大好き。そう違う、私とミーアはちょっと写真とかいっぱい撮りたかったから、写真とか撮ってた。インディージョーズ乗ってないかな、反射してるハートが、いやーんやめてポップコーンね、トマトとね、なんかねトマトガーリックだっけ、なんかシュリンプガーリック、ちょどっちかにガーリック系入ってた。そうそう、ミリニャとマイカアイス食べてた。だってなんかアンがなんかね最初にねなんか行った時になんかまあアイスとか売ってて、冬にアイスめっちゃ今寒いやん、アイス食べる人おるんかねすごいねとかってアンが言ったのね。したらさ、ミリニャとさマイカアイス食べだしてさ、うわー隣にいたーってなってさ、もう寒くってしょうがないのにさ、そうミリニャとマイカはアイス食べてました。アニャの後ろ姿が映ってる風船に。てかハナのさチュロスの写真のさ、こうやって持ってるチュロスほんまに同化しすぎて笑った。平日に行きましたね、一昨日行きました。そうこれ昨日も話してました、カーズに会ってない、今日光ってる、本当に嘘、何言ってくれんのよちょっと。ゆいにゃパパフ奥に映ってるのはもうやめてね、ちょっとやめよっかなこれあんって風船はあっちにあるんですよ、そう20の風船も、来月定期公演当てよう、ももしょうご久しぶり、西田さんありがとうございます。明日もショールームもちろんするよ。制服ディズニーね、ちょっともうもう、まあ、したいけどちょっともうは無理かな、いけるかな、ちょっとイコラムの衣装でいこうかな、ちょっと一旦さ、ちょっとそんなに言われるとは、ちょっと一旦ね、一旦ちょっとバイバイしましたそうだ来月ないんだね、来月台湾だ、そうはいはい撤去しました
今日は晩までって、わかんない、ちょっとさお風呂入れてきたいんだよね。そう、なんか結構シャワーとかで済ましちゃう時が多かったんですけど、やっぱ使った方がいいなって思って、最近は一生懸命あのお風呂にちゃんと浸かるようにしてるんですよ。そうなんです、バツナギしてくれる、本当にステラルーネ出したいんだけどね、ちょっとディズニーキャラクター出したら怒られるんです、ダメなんですよ。お風呂まだ入ってない、あまだ、うん、そう今まだ入ってないです。逆転力ね、まだちょっと途中までしか読めてないんですよね。そうそうね、使った方が体にいいですよ皆さん。最近誰も泊まりに来ないのって、誰泊まりに来させますか。何話そう。何話そう。泊まりに来させる。誰でもいいよ。誰でもいいよ。ミーニャとのツーショットいっぱいあるよ。アンのツイッターとか。ディズニー。明日はポニーテールします。予定です。あ、漫画読まないんだよね。夜配信対応可能な人、まあそれは確かに大切だね。ちょっとじゃあアンが泊まりに行ってくるわ。じゃあサナの家行ってくるね。ジャロスケお風呂入れた方がいいかな、確かに。寝違えたの痛いよね。芝谷イコラブはみんな仲良し、仲良しですよ。なんか本当にね、なんか楽屋がほんまにうるさくって、なんか特に最近サナが本当になんか楽屋ですごい元気なんですよ。そうなんかほんまに今日やばかって、なんかアンが楽屋おらんかって、なんかアンはなんかスタッフさんのとはなんか多分話しとって帰ってきて楽屋に、したらなんかサナがうわーくっそアンナがおるときじゃなんか動画撮ればよかったとか言って、もう一回撮ろうとか言い出して、何何って思うじゃんか。なんかそしたらなんか急に動画サナが回し出して、でなんかアンナおいでアンナおいでとかって言うのね。なんか動画こうやってやってこうやっておいでとかって言うから、はぁみたいな、何何みたいになったらもうみんないかんでいいいかんでいいみたいな言うのね。そしたらディアトゥイマとダイアウルフ仲良くなったでしょ、早くおいでとかって言うのね。だからもうサナに抱きついてったのね。したらなんかうわーとか言って、もうなんかよくわかんないけどとりあえずギャーギャー言ってて、そうでなんかそうなんかなんかほんまにそうなんかサナ最近ね、特にねあの定期ライブのところの楽屋でのサナは本当に何かこう何かトラなんか取り憑かれているんじゃないかって思うぐらいなんかサナがすごい元気なんですよ。でもなんかこの前もすごい元気だったよ。舞台の楽屋でもすごいなんか元気だったんですけど、すごくなんか元気です。そうなんか疲れてなんかライブ終わり疲れてふーってなってる子もいれば、なんかサナとかはすごく、サナとか今日元気だった。でもなんか今日面白かったのが、サナがすごいなんかテンション高くってカメラとかに向かってイエーイとかってやってたんですよね、その楽屋でなんか終わった後に。でその隣でキアラが勉強してたんですよ。そのはい、その何ツーショットが面白すぎて、そうめっちゃ面白かった。そう最近最年長ほんとうるさいです。そうでも可愛い、本当にねサナもうね可愛い、本当にその隣でキアラ勉強してたからな、勉強してたんだよ。泣けるよね。ほんとなんかもうキアラすごい勉強も頑張ってて、もうほんとにね、キアラちゃんに勉強教えてあげてってね思うじゃんか。でなんかアンも昨日も勉強してて、アンが隣にいたのね。でなんかでもアンと誰がいたんだっけ、アンとマネージャーさんぐらいしか多分いなくって、でなんか
キアラが理科やってたのね。それでなんかわかんないみたいな言ってきて、いやもうわかんないってなって、あ教えられないと思って、聞く人間違っとるよって言ったのね、キアラに。でなんか一応まあ教科書を見るやんか、でもわからんのよね。そうそう、でもなんかわからんくって、何も何言ってんのみたいな。教科書なんか重力とか、なんかこう水の中になんか重力がなんかどうちゃこうちゃみたいな感じで、もう本当にちょっと山本さん特に理科とか本当に苦手だからわかんなくて。そうメンバーで一番頭いいの誰、誰だろうね。でもサナも大学生だからね、とかサナとかノンノとかナータンとか瞳とかもできるのかな、リサもできるのかな、ちょっとわかんないけど、まあ普通ぐらいじゃない、多分アンとかマイカとか、まあ、イオリとかまあミリニアもできないんかなとか、まあ、その4人は結構多分できない系、できない系女子だと思うよ。ハナもいいのかな、ハナどうかな、あショコも、ショコも、ショコも頭多分いいっぽいね。そうだね、まあマイカ、アンナ、イオリ、多分ミリニアもできないかな、わかんないけど、多分まあこれ四天王だと思いますよ、イコラブの。あでもキアラもまあまだ中学生だからな。そうでもアンはあの自分で別にできるとかって言ってる系女子じゃないんで、全然勉強できませんってちゃんと公言してる女子なんで、まだマシですよ四天王言うなバカ四天王。そうそう大学あの確か試験なんか試験受けてない気がする、受けたっけ、そのさ記憶さえもない、私真面目に勉強したことないから、なんか自慢じゃないけど本当になんか、なんか本当に頑張っ、高校受験とか大学受験とかなんか正直あんましめっちゃ頑張ったってわけじゃなくて、なんか高校受験とか、まあ、普通に、まあ、どこでもよかったからそうそう結構なんかでも結構ちゃんと塾行ったんですよ。でもその塾がすごい嫌で、めっちゃ塾嫌で、もう塾大嫌いで、そうそうでなんか塾にまあ親とかに送ってもらう時になんかもう嫌すぎて、なんかほんまにもう今日行きたくないとか言ってたの、もう勉強嫌いすぎて。そうでも高校とかすごい楽しかったんだよ、でもめっちゃ高校すごい楽しかった。いや裏口とかじゃないからしっかりちゃんとあれしたけど、そうダンスの推薦じゃないけど本当にね行きたくなかったの、勉強嫌いすぎて。そうとかなんか中学生の頃とか、なんかお父さんにすごいなんか数学とか教えられてて分かんなくって、そう本当にでなんかなんでこんなの勉強しなきゃいけないのみたいな、 x プラスなんか2かっこ x プラス2カッコ閉じるカッコ x プラス3とかさ、いやマジさ生きてて x とかそんなさ見たことないからみたいな、本当にだからすごい嫌でお勉強するのが。でなんでなんかお父さんにもなんでこれが分からんのみたいなめっちゃ言われてて、もうほんまになんかいや分からんしみたいなって思って、今思えばめっちゃ簡単やなって思うけど、その頃はすごく嫌だった。そうそうだから算数までは大事だと思うんだけど、ちょっと数学まで来ると絶対使わないんですよ。だから本当にそうそうとか言う人もいる。そうでもキアラの前でこんなこと言っちゃいけませんね。はい、そう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 、だから子供に教えられない、本当に本当にね、そうそう、だから漢字とかすごい読めなくってメンバーにも言われるんですよ。そう漢字勉強しろって漢字読めないからほんまにやばくって、そうそうだから漢字はでも読めた方がいいかなって思って、数学はできんけど、そうまあそうなんですよ、全てはイコールラブなんですよ。そう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 、だから漢字はね頑張るけど、何が得意、体育とか得意ではないけど好きかな。なんかそうなんか日本史系の年表とかもめっちゃ覚えるの苦手で、なんかいつも
なんかめっちゃなんか人の名前覚えるじゃないですか。だから例えばメンバーで言うとさ、例えば、ね、佐々木さんとかがいたらなんか佐々木で覚えるんだけど、マイカがなんちゃらした人でみたいな感じで、友達とか知ってる人の名前で覚えてた。そうそう、出汁かだし汁どっちかだよね、それわかんない。そうそうそう、あでも徳川さんいすぎだよね。そうだから徳川家康さんとか、徳川家康さんと、あと誰がいるんだろう、徳川家光さんとか徳川さんとか、まあいっぱいあるじゃん。そうだから、そういうのはちょっとややこしいから。そうでもなんだかんだ言ってちゃんと高校卒業してるから大丈夫。家康さん3。そう、あ藤原さんも多いよね。藤原さんほんと多い、もっと多いのか。毛利さんとか、毛利元就さん、そう吉宗とか吉光とか吉王みたいな。そうそう本当にね。いや本当に、まあ正直言うとなんかまあそういう日本史とかのね、そういうのとかも、まあ、正直今イコラブ入って使うことあんまないかなみたいな。そう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 、だからまあまあ そこそこに勉強してたらいいんじゃないって感じです。あ毛利が多いのは広島だけなんだ。そうね、毛利ってよく聞く。さぬきはわかるよ、香川県、もうそれはわかる。そうそう、そう三本の矢、サンフレッチェ、そこそこ勉強。えだから私でもそんな、なんか高校の時とかなんか中学は赤点取ったことないし、なんだかんだ言って高校の時は、高校はなんだろうな、赤点取ったことあるっけ、高校赤点取ったこと、まああるか、大学はありますよ、大学ある。なんかアンの友達がなんか一番最高の大学の友達が、アンのそのいつも一緒にいた子がマジ赤点一番最強、最強だった。そうそうそう、あるある赤点多分あるよ、けどちゃんと1年生2年生3年生になれたからさ大丈夫だよ。そうイエーイ。いや赤点なかった、いやあったよね、先生にとか言って、お願い課題にしてとか言ってたお願い先生課題にしてとかめっちゃ言ってた。そうでも高校はねすごい自分の中で楽しくって、なんかまあ高校も勉強するとこだからなんかあれだけど、なんかすごい友達に恵まれてたなって、すごい高校の友達は今でもすごい大事なんですよ。もうイコラブのこととかもすごい応援してくれてて、そうそうで、なんか本当にね、そうなんか高校の友達すごい大事っていうか自分の中で、そうそう、なんかいっぱい高1高2高3ってめっちゃ思い出があって、なんかいや高校はね、あの女子校だったんですよ、部活やってないです。そうだからもう本当にね、そうなんかだから部活やってないから、学校終わってから普通に友達となんか何だろう、スーパー行ったり、そうスーパーっていうかパン屋さんとか行ったりして、なんか帰ったりしてた。そうそういうなんかダンスとか歌のスクールとか行ってたから、そうそっちに、まあ、基本結構行ってたんですけど、それがない日はなんかプリクラ撮りに行ったりみたいな、すごいなんか JK だったよそうスーパーに行ってた、スーパー行って、なんかスーパーそこね、なんか食べれるとこがあるの、そのやっぱ JK って食べたいんや。そうだからあの帰ってすぐスーパーに行くって。そう今でも高校の友達と連絡全然取りますよ。なんか唐突に LINE 来て、なんかサード楽しみだけ来たり、なんか
なんかいつ帰ってくるのって来たり、そうそう、この前も広島帰った時に何人だろう、6人ぐらいで集まったのかな、もうちょっといたかな、6人ぐらいで集まったりしたり、そうすごいね、みんなすごいイコラブすごい好きって言ってくれて、そうなんかその子たちもまあ多分結構 JK じゃないけど、まあ、インスタしてたりするんですよね多分。でそれのなんかスクショ、そう見れないからってアンがなんかスクショとか送ってきてくれたり、そうなんかイコラブ載せたよとか言ってインスタに、そうとか誰誰可愛いとか、そうめっちゃ送ってきますよ。そうだから友達の推しいっぱいいるから、そうもうみんな違う、そうだからそうやって応援してくれてるフレンズがいっぱいいるって考え、いっぱいいるって考えたら、なんか早くみんなにもなんかいい報告とか頑張ってるよって、なんかそういう姿を見せたいなって思います。そうみんなね、アン推しだよって言ってくれるよ、けど他に推しがいる。そうだって友達のさ LINE のさアイコンとかミリニャだったりするんよ。そうだっけ、びっくりした。とかあのね、友達のねロック画面がねサナだったりするんよ。そういいフレンズ、急にケモフレそうリアルフレンズそうだからそういうのとか、時々広島に帰りたくなるフレンズ。うん、まあでもなんか最近はなんかホームシックみたいなのは減ってきた、結構。そうなんかそうそうそう、わざわざ広島からなんか大阪の小涌に来てくれたり、そうイコラブのために友達が、そう行動力半端ねえと思って、もっと広島帰ってきてよってね、帰りたいよ。そう今はでも結構こっちで頑張るぞってなってるから、そうそう、でももちろん帰りたいよ、もちろんもちろん帰れるもんなら帰りたいですよ、広島大好きだから。私のショールーム見てる方わかると思うけど、本当に広島、多分広島愛結構あるから、そうね、広島でイベントできたらいいんだけどね。表参道の女とかすぐ言うんだから、最近みんなそんな女じゃないよ。そうなんよ、4時間かかる、台湾より遠いんですよ。台湾2時間ぐらいでしょ多分、飛行機でピュンって。でも新幹線4時間かかるんですよ。みちはね確かいおり推しですよ。アンナさんがイコラブ来たのは運命、みんな運命ですよ、みんな。台湾より遠いの、台湾より遠いの。フラワーフェスティバル懐かしい、懐かしい。5月3、4、5ゴールデンウィーク、結構大きいお祭りなんですよ。なんかね結構 STU さんもそこお披露目かな、お披露目なんかイベントありましたよね。フラワーフェスティバルね、パレードも出たことあるし、普通にステージとかもいっぱい出てた毎年。あ台湾も4時間ぐらいなの、じゃあ一緒じゃん。フラワーフェスティバル面白いですよ、すぐ替え歌するねって本当？ヨシさんパスポートいらないんだよ。そうだよ、すぐ行けるよ。みんなみんな一緒に行こう、パスポート更新してきてって。花丸さん台湾一緒にトギャザートギャザー、飛行機から広島市内、そうなんだよそうなんだよそうなんだよ、広島飛行機で帰れば早いんだよ、もうちょっとだけど。そうなんだよ、結局空港から市内ってなると遠いか。群馬もパスポートいらへん、いらへん。アンナと行く広島ツアー最高やないかい、え最高。広島パスポートいらないの、知らなかったのみんな。そう飛行機ね、飛行機でも一人で乗るの怖いやん、絶景。出た、伊勢関西弁。どこに広島の空港あるん、ちょっとわからん、なんか山の方。広島好きよね一斉広島のおすすめ、宮島とか揚げもみじとか。
じゃあロスケどうしようか、お留守番しとこっか。お好み焼きメンバーにも食べてほしいです。多分あんまりね、多分メンバーも麺そばが入ってるお好み焼き食べたことないと思うから、そう食べてほしいな。そう、広島行った時は揚げもみじと、あれ揚げもみじとお好み焼きは食べてほしいなってメンバーにも思ってます。そう、広島空港から市内本当に遠いってね。ねえ、ジャロはちょっとお留守番かも。ジャロいないね。お好み焼きでもあんま広島県民でも家でお好み焼き、なんかお好み焼きって食べに行くイメージ、まあやるっちゃやるけどそんなやんない。かな。牡蠣とかね、まあ牡蠣ちょっと私食べれないんですけどね、食べれるけどあんま食べない。埼玉あると思う。え、わかんない、なんか関東さ、自分が今どこにいるのかわかんない。なんか東京とか千葉とか埼玉とかさ、神奈川とか横浜とか、なんだろう、あと群馬とかも近いのかな、茨城とかどうなんだろうね、栃木とか、ちょっとそこら辺わかんない。そう、明日横浜、福山は広島、うん。そう、埼玉、うん、福山、うん。そう、境目、茨城言うた、すげえ。何、茨城知ってるよ。横浜ってどこ？横浜、神奈川？ん？え？横浜、神奈川？ん？わかんない。明日の配信の予定は、すごい今考えてて、そう考えてて、朝やるか夜やるか、朝って言っても、まあ11時半ぐらいから ?11 時半じゃない、12時ぐらいから、そう、めっちゃ考えてる。横浜は明日行くとこ、あ、神奈川県神奈川市、違う神奈川県横浜市だ。そう、明日横浜よね。パシフィコ横浜前でしょ。そう、どっちにしようと思って、どっちにしよう。そう、12時からやるか、夜の11時半とかからやるか、マヨッチングピーポー、どうしようかな。パシフィコ横浜って言いにくい、パシフィコ横浜どうしようかな、本当にどうしよう、待って、今アンナの中で頭で時計を考えてます。どうしよう、うわあ、午前中にやってた方がいいのかな。いやでもな、いや夜にします、夜。あさっての予定は、あさってですか、あさってはまあ普通に夜かな。うん、あさっては夜だけど、もしかしたら2月27日昼やるかも、久々昼かも、ちょっとからです。まあそんな感じ、明日多分夜11時過ぎてると思います、多分ね、です。まあ夜です多分ね、
明日来てくれる方、手帳ありますよ。手帳あるけどもう携帯なんですよ。携帯にスケジュール全部入ってて、そうだから明日来てくれる方、そうオープニングアクトとして出させていただくんですよ。だからそう頑張んなきゃ。ネイルしてるよ、お留守番組そうだから頑張りますね。アナの配信好きだから行くよって大メタさん、当日券あると思うよ多分、わかんないけど。そうだから明日来てください、一緒に盛り上がりましょう。全曲やる日だからね、盛り上がりまーしょこ、盛り上がりまーしょこはい、そんな感じです。パシフィコ横浜、当日券あるって。愛知から応援ありがとう、ジョニシミさん。ショコのモノマネ頑張りまーす、ショコな、行きまーす、ショコショコはい、てな感じで、そろそろ終了します。髪切ってないよ、伸びてきたよ最近。隣の柿はよく柿食う客だ。安売りしてませんし寝てたんかいじゃん。じゃんけん勝ったらいいこと、明日いい日になるよ隣の客はか、間違えた。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。スカイツリー行くんか、登るんか。終わります。終わります。赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマ。あと何があるっけ？何があるっけ？じゃあ13位、ケンヨンパチさん、ありがとうございます。12位、ミゴさん、11位誰だ？新太郎さん、10位。ベニーさん、9位ルルルタンナさん、8位アンリマル、7位島根の差し講師さん、6位カンチゴロウさん、5位金ちゃん、4位ノブさん、3位花丸さん、2位ヨッシーさん、1位伊勢です。伊勢さん伊勢とか言っちゃったありがとうございました。じゃあランダム3人、1人目みつるさん、2人目こうさん、ラスト3人目、あ、できないといさんです。ありがとうございました、ありがとう、お疲れ、ありがとう、さくちゃんお疲れ様、ありがとう、読まれた方パチパチ、赤いより青いより黄いより、黄いよりって難しいね。はい、じゃあおやすみなさい、バイバーイ。じゃんけんほい、あんチョキよく出すっけ、まあいいや、バイバーイ。あと4分だった、まあいっかありがとうございました。今日もいい夢見てください。おやすみなさい、バイバーイ。